僕らかな。あ、マジで。これが料理人の買い物か。ドーン。ケルン大聖堂。まめまめ。もう一つ気になるものがあったら知って。俺らがやってた国旗並べチャレンジやってるやん。ほんまや。めっちゃ寄付もらってるやん。地面に超筆書いてるやな。俺らがやってたのとはレベルが全くちゃうな。神聖すぎて帽子取れてる。 OK、 ありがとう、ありがとう。おお、まあ大聖堂やな。ウルムと似てるな。大聖堂慣れたもんやな。ウルムとの違いなんやろ。なんかカラフルなのかな。鮮度ガラスが両面にあるな。二大大聖堂だよな。多分ドイツの。多分制覇したな。制覇したわ。ヒッチハイクで。うわー、あいにくの大雨でございます。せっかくおすすめの橋見に行こうと思ったのにな。なあ、やっぱドイツは雨が降るってほんとないな。カンカン照りやったのに。何手に持ってるんだ君は。これね、朝ごはんの残りをお弁当にしてくれて。もうお弁当っていうか、これとクロワッサン。最高やな。今日のランチや、これは。ありがたい。全てに感謝してる。うん、全てに感謝って俺なんか前からなんか変なの入ったみたいな言ってないんで。宗教みたいな、うん。ケルンの海沿い来ました。雨が上がってよかった。上がったな。綺麗やな。綺麗。ん、なんか臭くない。え、なんか臭いぞ。うんこ踏んだ。え、ついとる。ついてる。汚ねえ。体も汚ねえのにうんこも踏むとか。結構臭い。うんこ、もう臭さの上塗りでしかないやん。誰やねん、あんなとこで。また日本の恥って言われるわ、もう。うんこ踏むのは多分誰でもあるしかも俺、行きと帰り2回踏んだから。ケルン大聖堂、こっち側から見てもめっちゃ綺麗やな。うん。ちょうど鐘が鳴ってる。これが正面なんやな。いや、こっちが正面なんや。うん。50分とかやけど、この鐘の意味は何なんやろ。50分の意味やな。来ました。来たね。これは、なんていう橋。ホーベンツェレルン橋。それちゃんと言えとる？多分合ってる。ここはなんか南京錠が10トンぐらいかかってるらしいな。それすごいよな。すごくない？なんか南京錠かけたら、うん、カップルが結ばれるらしくて。まさか、うん、そこに俺ら2人で行くわけ。それで俺ら南京錠つけに行くの今から。南京錠つけるの？うん。やばい、また勘違いされるよ。また来るコメントで。カップルってお二人はカップルですか？ヨシさんがおすすめって言ってくれた。うん、絶対見た方がいいっていう風にね。ね、結構すごいわマジで。ね、近く行ってみましょう。早速すげえ数があるわ。すごっ。うわすげえ。すげえな、めちゃめちゃすごい数やな。これやばない。俺らの南京またもしてる人やな。やばい、俺らの南京錠つける場所ないな。ないな。やめとこう。ええー、ほんとや。マジの数すごいな。これすげえ。10トンはね、俺嘘やと思ったけど、これマジや。あ、嘘やと思っとった。はい。ヨシさん俺嘘つけへんの。あ、やばい、なんかそういうと俺だけ悪者みたい。いや、俺は嘘つけへんと思っとったよ、ヨシさん。優しさでこう、大きめに言うこともあるやん、俺らも。いや、あるかな。もうするぞ。とにかくちょっとね、どれだけあるかちょっとバーって取っていきたいと思うんで、見といてください。いえー、すげえ数やわ。数えたわ俺。余すとこなし。何個やった？5億くらい。5億ということで、はい、これから、はい、ヨシさんの、はい、改善お店向かわしていただきます。まかないをみんなと一緒に食べれるっていうことやなんで、ね、今日一の楽しみやね。最高や。ふぅ、いやー歩いてきました。改善やね。ここやね。お客さんめっちゃ入っとる。すげえ。改善お願いします。
いやでもこの店全部ヨシさんがね手作りで、手作りを本当に信じられない。元々なんかチベット料理屋でそれを全部自分で改装されて、お金ないから自分でやればいいやんってことで、床張りとかライトとかも全部マジ男の鏡やね。マジかっこいい。全部かっこいい。このバーがね、めっちゃかっこいいな。いや店おしゃれやね、やっぱね。なんと、ヨシさんからビールいただきました。もちろん、万平のヨシさんが働いてます。ありがとうございます。ヨシさん、ありがとうございます。いただいてます、ありがとうございます。超イケメンやな、普通に。完全にもう、ドイツの兄貴やな。なあ、兄貴肌や。おりょうすけ、しっかり働けよ。おいっす。おっす。うん。いやもうね、しっかり開始できるものほとんどないんで、締め作業だけはお手伝いさせていただいてます。あ、もうちゃんとやってもらうな。もう俺も困んねんから。おい、あんまりよ。まだまだ撮影だけしとった。これは違法収容じゃないんで。これも椅子上げてるだけやから、かなり逆にもう嫌がらんかもしれない。そうそうそう、椅子によっちゃ嫌がられる可能性もある。よしさん、りょうくんも動画見てくれてるらしいんで、ありがとうございます。改善の厨房にお邪魔してます。りょう、どの動画が一番おもろいですか？お邪魔します。いやいや、ちょっと待ってください。動画見て、見てます。動画見ていただいてます。僕らの見てんだろうな、怖い社長、怖い。まかないを今日の作っていただいてます。気をつけ、ありがとうございます。出た、高級食材。すげー。まあ、オランデーズソースでしょ、食べ物。あ、そうなんすか。主流なんで。何も知らんかった。炊飯器の中もぜひ見てくれということなんで。いや楽しみやな。そんな、そんな炊飯器は見せんな。そんな驚くことは。みんなでスタッフの人にお疲れーって言って帰ってくるってめっちゃ楽しそうやね。バイ、お疲れ。言ってくれんかった。炊飯器ね。うん、炊飯器ってそんなびっくりするもんじゃないもん。これっすか。いいっすか、開けて。いくよ、いくよ、レディーゴー。これはやばいね。俺この匂いだけでご飯ご杯はいけるわ。まあご飯やけどね、これ。ひじき入ってる。まかないで。まかないの発音おかしない。まかない。ちゃうやろ。絶対ちゃうわそれは。まかない。まかないまかない。どこに正解がある。え、もう一回言って。まかない。はい、じゃあコメントでください。どっちが正解か。まかないです。正解とかないから。まかないって文字はある。いや、めっちゃ楽しみやな。ありがとうございます、よしさん。もうすでに2杯いただいて。あ、そうなんだ、大丈夫、まだ飲める。いや、もう全然。ありがとうございます。これがこんなままいただける。イージャックさんのために特別。イージャックさんのために初めて割りました。イージャックよしさん、ありがとうございます。皆さん、お疲れ様でした。お仕事お疲れ様です。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 ありがとうございます。しゃー、なぜか、エグジャックの2人が改善のまかないにお邪魔するという。すいません。奇想天外の展開してるので。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。お疲れです。お疲れです。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。イージャックに乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。この皆さん全員僕らの動画見ていただいてるってことなんで。はい。ありがとうございます。と信じてます。よく本当ですか。本当に見てます。本当か。白アスパラガスに鶏の唐揚げ、ブッダ、ブッダフィッシュ、ブッダフィッシュ、サーモンのカバと、火薬ご飯って言っていいですかね、混ぜご飯、味噌汁、こっちか。いただきます。いただきます。うん、どういうのこれ。うわー、うまっ。適当です。味噌汁のご飯めちゃくちゃうまい。うん、唐揚げやばい。うん、天ぷらごっそうまい。天ぷらめちゃくちゃうまそう。この白アブスどうなってるの。すごい、それなんすか。青いワイン。お、すごい、青ワインをいただけるってことなんで。ありがとうございます。うわ、イージャックの健闘を祈って乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。甘い、白ワインをさらに甘くした。甘っ、女性向きやね。そうですね、たくさん飲んじゃいますね。うん、
女性に人気ない人ですよ、これ言ってたよ、ありましたよ、うん、全く同じこと言ってたよ、なんか聞いたことあるな改善の皆さん、ありがとうございました、本当にありがとうございました、エスさん、ありがとうございました、ありがとうございました、エスさん、本当にしかもありがとうございました、めっちゃ楽しかった、ありがとうございました、ありがとうございます、最高です、最高です、おぎぃ、おぎぃ、だいぶ伸びたな、めっちゃ伸びたな、よっしゃ、ありがとう、だいぶ効いた、だいぶ効いた、うん、よしさん、ありがとうございました、ありがとうございました、めっちゃ好きしました、フィールスパーシュ、フィールスパーシュ、どういう意味なんですか、うん、楽しんでください、うおい、かっこいい、ありがとうございます、ドイツから応援します、ありがとうございます、顔どうすか、え嫁から先月ポーランド行ったら開けてくれ、マジっすか、ポーランド行ったら、ありがとうございます、吉さんの奥さんからポーランドに着いたら開けてくれといういただきました、いただきました、ありがとうございます、ポーランドに着いたら開けます、いや、ありがとうございます、吉さんの奥さん、着いた瞬間開けます、優しすぎる、ありがとうございます、本当にありがとうございました、本当にありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、楽しかったです、もう腕もパンパンで、ありがとうございます、いや、パンパン、パンパン、頑張ります、本当にありがとうございます、ありがとうございます、またこの T シャツで、ヨシさんの気持ちを胸にというか背中に頑張って旅していきます、本当にお世話になりました、ありがとうございました、体だけ気をつけて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ヨシさん、本当に、おぎ、最高に楽しかったです、最高に楽しかったです、いや、こちらこそめっちゃ楽しかった、もう、末永くよろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします、頑張って、すみません、仕事前に、とんでもない、行ってきます、俺らを求めとったマッスルパウダー、ヨシさんへのプレゼント、ヨシさんといえばもう筋肉やからな、もうマッスルパウダーやろ、うん、ワインと悩んだけどもう筋肉やろ、筋肉といえばもうねプロテインやから、しかもねこうプロテイン多分俺らが買えるやつちょっとねなくて、プロテインってこだわりもあると思うねんか、もっといいものをね、うん、見つけてしまったんだ、これやな、これや、これでヨシさんがね BCA 飲んでたのを見たから、そうやって振っとったのをこうやっとったったな、うん、でこれにメッセージ書いてねちょっと私に行きたいと思います、完璧やろこれ、昨日寄付活動してねってことでケルン大聖堂、綺麗なところやな、綺麗やな、人もめっちゃおるんで、いつもの寄付活動をしたいと思います、これはもうね本当にお世話になったヨシさんへのお返しをするためにちょっとでも頑張りたいと思います、カズミル、カズミル、ハインズ、ハインズ、アップラビッツ、アップラビッツ、ハマハマピーチ、そうなんですね、エルミン、This is メメント、メメント、やばい、今ねドイツ人でエグジットジャック知ってる人いました、モンペイトイレ行ってるけど、日本人の友達が僕らのこと知ってくれたみたいで、それで声かけてくれました、ミラッジカーメン終了、ドイツは結構調子良かったな、調子が良かったね、これでヨシさんにお返しできそうです、ちょうどええなこれ、プレゼントしよう、ヨシさんの笑顔を見たい、メッセージ書きましょうか、書こうか、りょうすけ、まんぺい、こんな感じです、戻ってきました、よし、じゃあ今から行ってきます、ケンスケくん一瞬ヨシさん呼んでもらっても、ヨシさん、ちょっと一瞬だけ、こっちに一瞬だけいいですか、うん、実は昨日ですね、パフォーマンスしてましたが、やっぱり何かお返ししたいってことで、マジで、はい、でヨシさんといえばやっぱりマッスルというか、マッスルマッスルということで、ちょっとあの時間がなかったんで、先ほどちょっとそのスーパーに走って、ええのにそんな、ちょっと本当些細な、僕らかな、あマジでもう BCA を使ってらっしゃるの見たので、いや嬉しい、はい、ちょっとメッセージ入りの、いやめっちゃ嬉しいちょっと、ぜひこっちに使い替えていただいて、はい、ほんまや、これ好きっすよ、持ってない、これ好き、何個あってもええわ、はい、マジか、少しでもええのにそんな、いやいや、はい、BCA そのもの買おうと思ったんですよ、ちょっとメッセージかけた方がいいかな、いやなくなるしな、これなくなんない、これなくならへんか、ちなみに裏にも奥様にちょっと、はい、おめでとうか、何句しても単語が分かんなかったので、片方でぜひ伝えていただければ、ゆうゆう、うん、言うとくわ、言うとくわ、朝ごはん美味しかった、ありがとう、はい、いやありがとう、すいません、いやええとこあるやん、ええのにそんな、いやこんなもうお世話になりっぱなしで、申し訳ないですけど、それで使っていただいて、いやもう動画また楽しみにして、動画ありました、よっしゃ、よかった、喜んでいただいて、ありがとうございます、ありがとうございます、いやありがとうございます、ありがとうございます、喜んでもらいました、喜んでくれてたなね、多分よかったね、よかったよ、気持ちは少しでも返せたかなと
思います。もっと筋肉マッスルになって欲しいな、あれでな。そうやね俺らも筋肉マッスルになってもらっていこうか。そうやな、もうちょっとつけなかった。ヨシさんと張り合いできないね。伝えられないことが多すぎて、誰かに会いたくて、まだ足りないものを探している、まだ足りない明日を探している。よろしくお願いします。